さあ始まりました、ポケモントーナメントニンテンドーカップスーパーボール。熱い声援に迎えられ今バトル開始です。バトルの指定に移って、さあまずは軽い一撃。おーっと、きつい一撃。おーっと、早い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここでトゲピーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。鋭い攻撃、すごい一撃、一撃で崩れ落ちた。さあこの強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここで気づきの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。強い攻撃、大きなダメージ。これで勝者決定です。ここで試合終了。今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。ここで波乗りだ。一撃でダウン、早すぎるダウンです。さあ一方的なバトルになってしまうのか。ここでヘラクロスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。ここでサイコキネシス、あっと一発の攻撃でダウンだ。さあ一方的な試合が展開されております。ここでポポッコの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっております。これだ、激しいヒット。おっと眠り粉、あっと眠ってしまった。おっと奇跡の実を使いました。さあこの試合も大詰めだ。姫の一撃が、これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。
熱戦が続いております。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さあこの場面でヒット、いい感じです。あっと自分で自分を攻撃した。両者とも大健闘です。さてここでポケモンを交代します。ここでケンタロスの登場だ。この攻撃、さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。おっと日差しが強くなりました。おお効果は抜群だ。さあ熱いバトルが展開されております。さあポケモンは残り1匹。ここでラフレシアの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。いった、狙い的中。ヒット、いい感じです。あっとダウン。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。おっと火傷を負っていますが大丈夫でしょうか。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いております。戦う構えに入って、ここで一発、よし。あーっとこれは決まった。これは効果的だ。ここでダウンです。さあ鍛えるポケモンは両者とも1匹ずつしか残っておりません。ここでスターミーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは1対1。ここで最速技術、よしヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。